護衛艦加賀の艦首が死角へと改修計画が進む中、F-35B 戦闘機パイロット育成が同時進行で進んでいます。今回は、出雲、加賀の改修計画費用が52億円で足りるのかを詳しく見ていきますね。2024年には F-35B も本格始動しますからね。早く着艦を見てみたい。日本で現在の岸田政権が誕生した時点では、その政治施策の中で防衛費の増額は打ち出されてはいたものの、実際にこの2023年度分からこれほど大幅な増額を実行に移せると予想していた日本国民は少なかったのでないだろうか。これは自民党内で盤石な体制のもと2度目の総理大臣につき長期政権を実現した故、安倍氏と比して岸田総理大臣自体の政治姿勢や基盤がそこまで求心力を持つとは思えないとの判断が大勢を占めていたためと思われる。しかし、現実には2023年度の防衛予算案はこれまでで最高額のおよそ6兆8219億円にまで増大し、さらに2027年度までの5年間の総計ではおよそ43兆円を超過すると予想されており、太平洋戦争後で最大の伸びを確実としている。そうした防衛予算案の大幅な増額が実行に移された要因はといえば、岸田政権が政治的に強力な施策を推し進めたというよりは外的な要因、つまりは2022年2月に生起したロシア・ウクライナ戦争による影響が大きいと個人的には思える。近年の日本は国家の経済的な発展をベースに軍事力の増加が著しい中国を最大の仮想敵国としつつ、ミサイル発射を繰り返す北朝鮮や北方領土を占拠されたままのロシアに対し防衛力を整備している状況にあった。しかし、日本だけに止まらず、ことに20世紀末にかつての旧ソ連が崩壊して以降は、ヨーロッパの多数の国々も今後国家間での武力行使を伴う直接戦闘が生起する可能性は低いとみて、軍事費の削減は進んでいた。ヨーロッパの多くの西側諸国が加盟する NATO においても、その軍事費は対 GDP 比で 2% という目標が打ち出されてはいたが、ドイツをはじめ主要国でもその数値は未達であり、軍縮はここ最近の常識感すらあった。この軍縮ムードを一変させたのがロシア・ウクライナ戦争ではあるが、そうは言っても NATO 加盟国の中でもその捉え方には温度差がかなりあり、ポーランドをはじめとする旧東欧圏とドイツ・フランスなどでは大きく異なる。かつては旧ソ連とその衛星国で構成されたワルシャワ条約機構を最大の軍事的な脅威としていたドイツやフランスらが、旧東欧諸国が今やこぞって NATO 加盟国となっていることで、ロシアの脅威は直接的ではないとすら映る。引き換え日本は NATO のような軍事同盟を持たないアジアに位置しているため、ロシア・ウクライナ戦争によってロシアの脅威も再認識された感が色濃く、防衛予算の増額が比較的スムーズに受け入れられたように感じられる。そうして岸田政権の支持という積極的な理由ではなく、周辺の安全保障環境の悪化という現実によって大幅な増額が履行されることとなった日本の防衛予算だが、その使途は長距離攻撃が可能なミサイルの整備が目立つ。これらの長距離ミサイルの代表格としては、国産の1式地対艦誘導弾の能力向上型や、アメリカからの調達が予定されているトマホーク巡航ミサイルがあり、いずれも対艦、対地両方の攻撃に使用可能な兵装と目されている。
これらの長距離ミサイルを指して、日本政府は敵の防空ミサイルの射程圏外からの攻撃を可能とするスタンドオフ能力の獲得にあると、その整備の理由を説明しているが、やはり数を増強し続ける中国海軍を念頭に置いたものだろう。ロシア・ウクライナ戦争は、地続きのロシアとウクライナの間の戦争であるため、対空兵器や長距離攻撃が可能な対地兵装に注目が注がれているが、広い領海や排他的経済水域を抱える日本では、対艦兵装の長射程化が必須となっている。これに加えて、日本の場合、南西諸島の防衛のために、戦闘機を配備可能な飛行場としては、沖縄本島の那覇くらいしか現状では拠点がないため、その航空戦力のカバーをいかにして行うのかが、喫緊の課題として浮上してきている。これに対する回答の一つが、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を調達し、それを搭載可能な護衛艦を運用するという手法であり、そのために、海上自衛隊では、ヘリコプター搭載型の出雲、型護衛艦を航空母艦化しようとしている。出雲、型護衛艦は、基準排水量が 19,500トン、満載排水量が 26,000トン、全長が 248.0メートル、最大幅が 38.0メートル、深さが 23.5メートルの艦体を持ち、2023年現在で海上自衛隊が保有する艦艇の中で最大の規模を誇る。出雲、型護衛艦は、1番艦で、ネームシップの、出雲、が、2015年3月、2番艦の、加賀、が、2017年3月に、就役を果たしており、事実上の揚陸艦である、大隅型輸送艦、ヘリコプター搭載型護衛艦のヒューが、型に続き、全通式の飛行甲板を備えている。こうした全通式の飛行甲板を備える艦艇らは、かつてはその航空母艦しかとした形状から、反対派からは、憲法で定められた自衛隊が、保有を許された範囲を超えてるとして、多くの批判を浴びせられるという状況が続いた。実際に出雲、型護衛艦は、ヘリコプター搭載型護衛艦として建造され、奈良がも、今や、航空母艦化改修を施されている状況であり、その意味においては、それら反対派が唱えた航空母艦に実際に生まれ変わりつつある。しかし、かつて政治的に日本が自衛隊の装備として不適格であると例示したものは、大陸間弾道弾や長距離戦略爆撃機と攻撃型の航空母艦であり、今の日本政府は、出雲型は攻撃型ではない航空母艦だとの認識を貫いている。こうした政治的な建前と本質との齟齬が、日本に特有の問題として以前横たわっている嫌いは否めないが、とにもかくにも、出雲、型護衛艦は、現実の南西諸島防衛の航空戦力の確保に向けて、航空母艦化改修を進めている。隣国の韓国では、これまでに2隻を就役させている、徳島型強襲揚陸艦について、こうした日本の出雲、型護衛艦の航空母艦改修を横目で睨みつつ、同様に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすべきとの主張も一部に見られる。しかし、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するのには、単にある程度以上の全通式の飛行甲板を備えた艦艇ならば大丈夫というわけではなく、同機の着艦時に生じる排気熱に耐える甲板の耐熱工事と機体用のエレベータの対応が必要となる。徳島型強襲揚陸艦の場合、仮に F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に対する耐熱工事は施せたとしても、エレベータのサイズや耐荷重量は、
同機の昇降に対応不可能であり、飛行甲板上への駐機でしか運用はできないとめされている。そうした F35 ライトニングに B 型を艦載機として運用しようとした場合の物理的な制約を考慮すれば、逆に海上自衛隊側では、同機の調達が未確定な時期にそれを見越した設計で建造を行ったといえ、その先見の明に驚かされる。まあ、アメリカ海軍の強襲揚陸艦の流れを観察していれば、F-35 ライトニングに B 型の運用を前提としたことも当然だったのかもしれないが、ただ、その判断は、南西諸島防衛という任務の比重の増加に大きな貢献を果たしたと言えよう。日本では、F-35 ライトニングに B 型を2023年時点で総数42機の調達を計画しており、同機の駐機場所としては、宮崎県の新田原航空基地が有力視されており、機体は航空自衛隊、艦艇は艦上自衛隊が運用することとなる。F-35 ライトニング2全体では、通常の滑走路で運用される A 型を105機調達する計画で進んでいるが、かつての安倍政権時に、この決定がなされた際には、アメリカの言い値で、高額な同機を押し付けられたとの批判も絶えなかった。しかし、今の日本の置かれた安全保障環境を俯瞰して見てみれば、こうした F-35 ライトニング2の合計147機という調達数ですら、数の上では不足感が否めず、中国軍がすでに200機以上の J20 を配備していることを忘れてはならないだろう。